亀山株式会社は、大阪府大阪市北区大淀中に本社を置く、ろうそく、線香などの観光総裁器具を中心に扱う、メーカー。一般には、亀山ろうそく、亀山ろうそくの名で知られ、ろうそくの国内シェアは、約5割を占める。社名は、創業の地である、三重県亀山市に由来する、1927年、亀山で、谷川氷三郎が、 ろうそくの製造を目的に、谷川ろうそく製造所を創業。1946年に法人組織となり、亀山ろうそく株式会社を設立。1977年に亀山ろうそく株式会社に、1983年に亀山ろうそく株式会社にそれぞれ社名変更。1993年に関連会社を合併したのを機に、 社名を原社名の亀山株式会社に改めたスパイラルキャンドルを生み出した国内最大手メーカーであるとともに世界でも有数のキャンドルメーカーでもある1995年キャンドルを中心とした生活雑貨を扱うキャンドルハウス事業部を設置2000年東京青山にキャンドルハウス事業本部を設置し全国7カ所にショールームを設け アロマキャンドルなど様々なキャンドル、そしてメッシュ製品などのインテリアアイテムまで幅広いアイテムを取り扱っている。結婚式において定番となっているキャンドルサービスを1959年に生み出し、2002年からパーティースタイルウェディングを提唱し、様々な流行に沿ったウェディングスタイルを発表し続けている。2002年にはキャンドルサービスのホスピタリティを引き継ぎ、 新たなキャンドルセレモニー、キャンドルリレーを発表した。詳しくは事項を参照。2001年、本社機能を大阪へ移し、創業の地である亀山に、亀山本社工場を設けている。2019年5月には、先行業界大手のアナカンドーなど3社を完全公会社化しており、製造、販売を譲り受け、キャンドルリレーというスタイルは、1990年代、 初頭にカジュアルスタイルの結婚披露宴で登場した。ただし現在のキャンドルリレーとスタイルは異なり、最初の入場時とお色直しの再入場時に入り口から振動神父の席まで列を作り、リレー形式によって灯す他様々なスタイルがあった。その時点でキャンドルリレーがまだ定着しなかったのは、キャンドルの投下をリレーをする意味合いが薄く、一方で点火するキャンドルが、 スパイラルやテーパーなど流浪を伴うリスクがあったことが要因と推測される。亀山は5年の歳月をかけて2002年に独自のキャンドルリレーを提唱し、手に持って安全な10日型のリレー専用のキャンドルを開発した。2007年からはコーディネートに最も必要とされるカラーに着目、自在にカラーリングが可能なリキッドキャンドルを用いたスタイルを発表した。取り扱う商品は、 物事用のろうそく以外に、線香、生活雑貨用や装飾用のキャンドルのほか、メッシュ製のインテリア、窓や鏡をキャンバスに、様々なデザインを描ける、ジェルジェムなどがある。その他同社は、チャーオヤマ店というブランド名で、キャンドルやインテリア雑貨を数多く取り揃えた、直営アンテナショップを運営している。2007年4月には、東名阪自動車道の亀山パーキングエリア内に、ある、 ハイウェイオアシス館の運営開始と合わせ、亀山株式会社が茶をアシステント称してキャンドル雑貨を販売しており、多くの観光客で賑わっている。亀山では異業他社とのコラボレーションによる個人の好物シリーズを展開している。日々親しまれている食品そっくりのパッケージによるろうそく、線香などを企画、販売している。歌詞、編集種類、編集カップ麺、 編集ペットフード編集1969年によりテレビ CM の放送を開始以降基本的に悲願やお盆の時期のテレビラジオでのスポット CM を中心に放送1987年には当時の谷川誠社長自ら出演したテレビ CM お先行イエローサブマリン編が放送され話題となった1990年代には 色とりどりのさを着たお坊さん5人が CM ソングを歌うテレビ CM が制作、放送された。一例として2016年夏には2007年の花景色備長短招集選考短ごと編以来約9年ぶりとなる香りのお線香旅立ちのテレビ CM が制作、放送された。現在、提供番組話、過去、ありがとうございます。